東日本大震災と原発事故から11年が経ちました。県内を横断する道路の全線開通、日本酒の金賞受賞数連続日本一更新の快挙、県産トップブランド米福笑いの本格デビュー、農産物輸出量が過去最多を記録するなど、復興に向けた光がまた一つ力強さを増しています。しかし、今なおふるさとを離れ、苦しい思いをしている多くの方々がいます。国内外からの福島への印象が変わっていない現実に直面することもあります。県民の皆さん一人一人に、この一年にも様々なことがあっただろうと思いを巡らします。目に見える復興は少しずつ、でも着実に進んでいます。心の復興は住んでいた場所や被害の大きさによって人それぞれだと思います。温かい気持ちで互いに支え合うことは、傷ついた心の復興の大きな原動力になります。人の心を支えられるのは人の心しかありません。世界中で新型コロナウイルス感染症と懸命に戦っている今ほど、人々のぬくもりや寄り添う心の大切さに気づかされたことはないでしょう。私たちはあの日以降、福島に心を寄せてくださる多くの皆さんからたくさんのエールをいただき、大きな力としてきました。これまでのご縁に心から感謝し、これからも大切に深めていきたいと思います。もっとたくさんの人々に福島の今を知って、実際に触れていただくことで結ばれる新しいご縁とともに、より温かな輪を奏で絆を広げたいと願っています。昨年夏の東京オリンピック・パラリンピック、無観客での開催となり、多くの皆さんを福島に迎えることができず、福島の現在地を感じていただくチャンスを失ってしまったことは、本当に悔しく思っています。一方で、復興への思いを灯した成果は、原発事故収束対応の最前線の拠点となっていた J ヴィレッジを出発し、県内各地を巡り、東京国立競技場では、浪江町で生まれた水素を燃料として、選手の皆さんの健闘を祈り、世界中を希望の光で照らしました。福島あづま球場では、野球・ソフトボール競技の日本代表選手たちが躍動し、全試合に勝利を収めて、金メダルへの大きな足がかりとなりました。海外の選手、スタッフの皆さんからは、福島の美味しさやおもてなしへの称賛の声をいただきました。大会のレガシーを次なる交流につなげ、大きく育んでいきたいと考えています。多くの人がふるさとを思い苦しんでいる。それでも必死に前を向こうとしている。そんな人たちがいることを忘れてはならない。避難生活を継続されている方がいまだ3万人を数える中、全町避難を余儀なくされていた双葉町をはじめ、人が立ち入ることができなかったふるさとでは、今年一部の避難指示が解除され、時が動き始めます。元の姿に戻していくものと、
新たに作り出していくものを交えながら、再び町の日常を取り戻すため、諦めずにみんなで努力すれば、どんな逆境をも乗り越えることができます。一人一人が自分のペースで一歩ずつ自分の思いを形にする挑戦を続け、困難を乗り越えようとするその姿に共に寄り添っていきたいと思います。私は今、福島を拠点に人を笑顔にする活動を広げたいと思っています。どういう形で表現していくかはまだ迷いの中にあります。目の前の人を笑顔にするにはどうしたらよいかを考え、行動に移せる大人になりたいと強く思っています。あの日、まだ小さかった子どもたちが歩んできた道のりは平坦ではなかったでしょう。震災に向き合い乗り越えようとする大人たちの姿を見て感じながら、頼もしい若者に成長し、眼差しはしっかりと未来を見つめています。挑戦という名のバトンを次の世代につないでいくことで、福島の新たな未来が紡がれていきます。一旦福島のというレッテルを外して福島を見てみませんか。食べ物や品物であったら、どんな環境でどんな人がどんな気持ちを込めて作ったのか、人であったら何を経験してどんなことを考えて生きてきたのか、まず一つ一つそういったところに焦点を当ててみるのはどうでしょうか。世界は今 SDGs という17個の共通目標を掲げて、次の世代に持続可能な社会を引き継ぐ取り組みに力を入れています。未曾有の複合災害という逆境を全力で乗り越え、かけがえのないふるさとを取り戻し、未来の世代にしっかり引き継いでいく、私たちの取り組みは SDGs の理念を具現化したものと言えます。私は福島県が独自に取り組む18番目の目標として福島復興を掲げ、世界への貢献にも通じることを福島からの希望のメッセージとして伝えていきたいと考えます。未来を見つめ、次の世代を担う若者、子どもたちとともに、福島プライドをつなぎながら、必ずや成し遂げることができると信じ、すべての県民の皆さんと力強く挑戦を続け、一歩ずつ、一歩ずつ、復興の歩みをさらに進めていくことをここに誓います。令和4年3月11日、福島県知事内堀雅夫。